これもね、変な話なんですけど、僕二十歳の時2年間専門学校に通ってるんですけど、そこの同じクラスになった同級生で、さっきの翔平さんと同じたかしってやつなんですよ、うん、で会った初日からこいつちょっと変わってんなと思ったのが、まず初対面自己紹介するじゃないですか。たかし自分の名前噛むんですよ。たけちって言うんですよ。たけまで言うんですよ。で、ああいやたかしって言い直すんですけど、これ僕だけじゃない、誰に会っても必ず噛むんですよ。でそれ以外は日常会話でね、噛むこともないし、変わったやつだなと思ってたんですけど、決定的だったのがその年の彼の誕生日だったんですよ。でクラスのね仲いい連中で、ちょっと今日あいつのサプライズパーティーしようぜって、で、まあ、いつもの飲み会っていう体でたかしんち行って、でわいわいやってるうちに一人が、じゃあたかし誕生日おめでとうって、で本人もびっくりして、あマジで、で一人がちゃんとこうケーキ買ってきてて、じゃあさこれせっかくだから、あの火ろうそくに火つけて吹き消そうぜ、でいざセットして火をつけて、で仲間の一人がじゃあ電気消すぞって部屋の電気消そうとした時に、たかしが、ああの明かりつけたままにしといてくれって言うんです。でもお前これ暗くないとさ、ろうそくの火消すの雰囲気出ないじゃん、いやいやいいんだ俺このままがいいんだって言い張るんです。でまあまあ本人もね、そう言うんだったらまあいいかってことでその日終わったんですけど、さすがに後日仲間内でね、たかし以外の連中でなんかあいつ変だったなと、何なんだろうねって言ってた、ある日メンバーの人に中ちゃんって男が聞いたんです。たかしにあれ何なのって問い詰めたら、実は俺小学生の頃から誕生日でこうろうそくでね火消す時部屋暗くするの苦手なんだと、でそのきっかけになった出来事があるらしいんですけど、たかしくんが小学校3年生の誕生日の日で、クラスメートをね仲いい連中をこう家に呼ん でお母さんがこうケーキ買ってきてくれて、で子供たちだからケーキ見た瞬間わーって喜ぶんですけど、そのうち一人の女の子が、あれこれたかしくんのじゃないって言うんですよ。でみんなうんと顔近づけたら、確かにこのケーキについてるデコレーションでね、この板、チョコレートの板、そこにこうお誕生日おめでとうって書いてあるんですけど、それがたかしじゃなくてたけしになってるんです。でみんな小学生ですからね、たったそれがそれだけのことが面白くて、あ本当だこれたかしくんのじゃない、たけしくんのだと、わーと、でお母さんも不思議そうに、あらさっき買ってきた時はちゃんと名前確認したんだけどねと、そんなこと言ってもこう味が変わるわけじゃないし、もうね、じゃあろうそくの火消しなさいって言って明かりを消す。で、このねろうそくの明かりだけで部屋が照らされてるんですけど、いざこのたかしくん息を吸い込んでろうそくに向かってふーっと息吹きかけるんですけど、ちょっと足りなかったのか、ろうそく一本だけ明かりが残ってしまった。あもう一度だと思ってもう一回吸い込んだ時なんですよ。一本のろうそくに照らされているその向こう、同級生の男の子と女の子がいるんですけど、その間にもう一人いるんです。ただ真っ暗で何もわからない、ただの黒いシルエットなんです。でも大きさからすると自分たちと同じぐらいの小学生なんだろうな、あ誰だろうと思ってるけど、もう息吸い込んじゃったから吐くしかない、ふーってやったら部屋は真っ暗になる。で再び明かりつけると、やっぱりそんな、ね、もう一人の人間なんていないぞ。あれ何だったんだろうなと思いながら、その晩たかし君自分の部屋で寝てたら、突然自分の体の上にドスッと何かが乗る。で何だろうと思って目を開けるんですけど、昼間見たあの真っ黒な黒いシルエットが自分の上に乗ってるんですよ。でこいつなんだろうと一生懸命目をこうね開くんですけど、何も見えない。ただその翌日からなんですよ、たかし自分の名前名乗るときに自分がたかしだったかたけしだったか分からなくなるんですよ。でそれが毎年誕生日になるとやっぱりその黒い何かが現れる。でその晩必ずそいつが自分の上に乗るんですけど、2年目なんですよ。その真っ黒なシルエットの中に目があるんですよ。で3年目ニッと笑ってるんですよね、白い歯が見えるんですよ。だんだん顔のパーツが増えていってるんですよ。でもこれ毎年続くと、しまいにこれ自分の誕生日を祝ってるのか、その何かの誕生日を祝ってるのかわからない。なのである時期から
ろうそくの火消す時に俺明かりつけたままにしてるんだと、そうすればあいつが出てこないんだと。でそんな話をこの同級生の、ね、中ちゃんって男が聞いてきて、でなんか不思議な話だななんて言ってたんですけど、そのまま、専門学校を卒業しまして、でそれから十何年経って、今からね8年ぐらい前ですかね、中ちゃんと僕再会して居酒屋で飲んだんですよ。でね、誰々は今どうしてんだろうその思い出話に花咲くんですけど、その中でふとこの高志の話になったんですよ。あいつ何してんだろうねって言ったら、中ちゃんが俺何年か前あいつに会ったんだって言うんですよ。あいつどうしてんのって言ったら、いやなんかサラリーマンやってらしくてさ、で俺ばったり駅前でね会ってそのまま喫茶店行ってあいつ話したんだと。そしたらさ、あいつ例のな、誕生日の時明かり消すっていうあれもうやらないらしいんだよ。どういうことって聞いたら、その数年前にこの高志のお父さんが、実家のねお父さんが亡くなったらしくて、でそのタイミングで久しぶりに実家に帰ったと。でお葬式終わった後に、まあ、親族も集まってるんでね、彼の実家の横にこの物置があるんですけど、これ非常にこういろんなものがね雑多に詰め込んである。せっかくなんで人でもあるし、断捨離じゃないけどちょっと整理しようっつって、あの物置の中の荷物全部こう出してったら、一番奥に見覚えのあるものがあったんですよ。それが子供サイズの真っ黒に焼け焦げたマネキンなんですよ。ただそれ見た時たかし覚えがあるんですよ。彼が小学校1年の夏休み、2つ年上のいとこのお兄ちゃんがその日遊びに来てて、で昼間からね2人でちょっと探検しようぜって近所見て回ると、半年ぐらい前に彼の町内で火事を起こした家があって、で死傷者いないんですけど、もう家全体全焼、真っ黒な状態で、家財道具も何もないんですけど、この家の中に唯一残されたのがその黒く焼け焦げた子供サイズのマネキンなんですよ。それ見た時にこのいとこがね、お兄ちゃんが、あのマネキンたかしそっくりだな。当時のたかしくん日に焼けて真っ黒だったんです。でちょっと前あの横立ってみろっつって、でたかしくん隣立ったら背丈も同じなんです。うわなんかたかし二人いるみてえだ、じゃあお前がたかしでこっちのマネキンはたけしだな。でたったそれだけのことで二人でゲラゲラ笑ったんですけど、そこまでは覚えてるんです。ただその後このマネキンを家に持ち帰ったっていう記憶はないんです。なんだけどそれ見た瞬間に、あ、お前だったのかと。毎年俺の誕生日に出てきたのはお前だったのか。で毎年ねこう顔のパーツ増えていくけど自分で気づいたんです。自分に似てるってのは、あ、お前俺になりたかったんだな。でもな、もうずっとここにいていいけど、もう悪さするなよと。そんなことを心の中で祈ったんだと。でそれからはあいつも無事出てこなくなったから俺大丈夫なんだっていう話をこの中ちゃんが喫茶店で聞かせてもらったらしいんですよ。でじゃあよかったねって僕言ったら、中ちゃんがいやそうでもねえんだって言うんですよ、うん、どういうことって言ったら、いや俺さその話を喫茶店で高橋から聞かされてるところすっげえ気持ち悪くて、あいつその話しながら時折キッて音出すんだと。で俺最初こいつ歯ぎしりでもしてんのかなと思ったんだけど、よく見てたらあいつ時折自分の腕曲げるんだけど、関節からキーキーって木をこするような音がするんだ。で俺それが気持ち悪くてさ、で最後俺あいつ駅まで送ってて改札で別れたんだけど、最後握手したんだと。で俺あいつが改札の向こう消えてった後自分の手見たらさ、手のひらすすで真っ黒なんだよな。俺が会ったのたかしだったのかたけしだったのかわからないんだよなって言うんですよ。もしかしたらですけど、このたかしくんたけしくんと入れ替わってる可能性があるんですよね。うわあ。すごいですね。SF チックっていうか、なんつったらいいんだろうな。まあ物も100年経ったらね、そんなにやろうとかね、言うけど。